知りたい知りたいもっと知りたい、ハイサワーのこともっと知りたい、知りたい知りたいもっと知りたい、はしご酒で全部知りたい達人の道。本日ははしごの達人です。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りします。相続の悩み、夢相続へお任せください。夢相続は相談実績1万3000件以上、皆様に合った相続プランを相続コーディネート実務士がご提案します。相続に関する書籍も多数出版、セミナーや勉強会、相談会も毎月開催しています。夢相続はオーダーメイド相続をご提案します。気の置けない仲間と楽しい時間を過ごすはしご酒をしたいと、石川ひろ子さん、タクト君がお誘いしたのはハイサワーでおなじみの白水社3代目名物社長、田中秀子さん。はい、こんにちは。ちょっと早いですけど、ハイサワーはしご酒行きましょう。この日はまだ午後3時前です。はしごになって武蔵小山エリアへ。このエリアはハイサワーが飲めるお店がたくさん。あ、長兵衛さん。長兵衛、ここは武蔵小山で飲むむさこ飲みの人気店。午後3時から楽しめる酒場なんです。こんにちは。ひろこさん、たくとくん、1軒目のセレクト素晴らしいですよ。1軒目は長兵衛さんです。イエーイ。こちらもうハイサワーのお取り扱いっていうんで、三点盛りっていうのが有名で、はい、あの自分で好きなおつまみを3つ選ぶんですけど、あそこに書いてあるんですけど、はい、あんないっぱいある。あんなにいっぱいある。すごい量ですね。そうだからさ、飲み始める前からもう悩んじゃってさ。そうですね、はい、この中から3種類ですもんね。そうそう、武蔵小山の駅からすぐそばなんでね、はいはい、すごい来やすいし、ハイサワートックっていうのの中の、はい、あのお店なんです、はい。50種類くらいの中から3種類を自分で選べるメニュー。ここはお通しがない分、このような3点盛りが楽しめ、何を食べようか迷うのもまた面白い。一品料理も安くて美味しいと評判です。ハイサワー缶チューハイが飲めるお店なんで、はい、ハイサワー缶で乾杯で、はい、よし、じゃあ自分で、はい、せーの、いい音。初めてですか？初めて、初ハイサワーですね。うわ、じゃあハイサワー缶で乾杯。乾杯。はい、さっぱりしてる。食べた、美味しい。美味しい。甘くない？こう甘すぎずさっぱり、もうこういう暑い日には。あ、そう、うん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 。なんか本当にね、甘くなくて、なんかこうお酒飲みの人が好きって感じ。うん、お酒飲みの人好きそうですね、はい、これ。お酒飲み好きです。じゃあ、三種盛りでいただきます。いただきます。すごいいろんなのあるよね。そうですね。すごい貝が。ね、そうか。三種でも全部。全部同じ種類にやってもいいですね。そうだよ。貝と三種もりもり、ハイサワーでいただきます。ハム。卵。3種って頼んでも結局シャッフルして全部食べれるよね。なんかさっきまでしたけど、最初入ってきて本当に頼んで一杯飲んで、次の3種盛り頼む、次の3種盛り頼むって3回目ぐらいやると、もうなんか最初に頼んだのまた頼んじゃう。おいしい。ハイサワーによく合う。うん、そうだね。初めて飲んだんですよ。飲みやすい。あ、うん、結構実はすごいレモンもいっぱい入ってて、なんかアルコールも 7% ぐらい入ってるから強めなんですね。意外と結構強めなんですね。じわーってきてます。じわーって染み渡っていく。染み渡ってます。なんかもう朝早い時間からの、はい、本当に朝飲みとか昼飲みのお店が本当増えてて、あの混んでる。はい、
チン飲むと美味しいですよね、うん、なんかでもちょっと悪いことしたい気分になりますよね、そう優越感に浸りますよね、それがまたいいのかもね あとなんか働いてる時間がみんなバラバラになってきてるんで、うん、なんでしてあの朝仕事が終わるお仕事の方も多いから、うん、普通にお仕事上がりが朝8時とか、はいはいはい、はいはい、そこから飲んで寝て、また仕事、そうですね続いてのハイサワーは今人気のこれハイサワーのパクチーレモンって言うんですけど、パクチーレモン、パクチー大丈夫ですか？パクチー大丈夫です、すごい今風ですね、うん、パクチーレモン、はい、そんでねこれはお酒の割り剤なんで、はい、お酒入ってないんですよ、はい、ですから今日は焼酎を、はい、パクチーレモンとこれと割って作ります、はい、黄金比率があって、うん、教えてください、焼酎1対、はい、ハイサワー3が一番美味しくできる、なるほど、はい、焼酎1、またこれがね調子に乗って自分は言ってるくせに多くなっちゃったりするこれ最近なんですか、できたのパクチーでも、そうです、はい、今すごいパクチーブームで、はい、特に夏はね人気なの、そうですよね、パクチーって好きか嫌いか、もう極端でね、これも注ぐのにコツがあって、ここの中にいっぱい炭酸が入ってるので氷に当てないでグラスを斜めにして、氷に絶対当てないで注ぐと一番美味しいんです、そうするとこれも自動的にぐる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 こう混ざってるので、はい、それでねマドラーがね、じゃんじゃん、ビスリマドラー、ハイサワーといえば、はい、お尻のグッズがいっぱいあって可愛い水着のグッズなので、はい、とこれで混ぜるんですけど、それもコツがあって1回だけ混ぜればもうそれで大丈夫、パクチーレモンで乾杯、乾杯わ、広がりますね、プーケットが、プーケットお口の中がプーケットや、ね、後ろにはちゃんと割るならハイサワー、そう書いてあるの、これは飲んじゃいますね、顔ずいぶん真っ赤ですよ、だいぶ僕相当久々にお酒飲んだんでもう一軒目ですよまだこれ、ね、あー三浦さん、ここでお一方合流、あのこの方ね、はい、あのイーチコさんの三浦さんです、あ、なるほど、もしかしてそれいいですかもっとあったでしょ、なんでいいなんですか、イーチコのいいちょっとこの時期暑いんですけど今日38度ありますからなんかね、実はハイサワーレモンで、はい、お酒を割るときにイーチコ、麦焼酎のイーチコともうすごいよく合うんです、あら、よかったらせっかくなんで一杯、下町のナポレオンをキープしておりますので、さすがこれで作るね本当にキープしてるじゃないですか、もともとウイスキーでナポレオンっていうのがあって、はい、それが高級な飲み物だったんで、それに対して下町で飲めるナポレオンっていうので、下町のナポレオンで、でもナポレオンいなくなっちゃったからもう一本、もう一本ナポレオンさんが新たに追加招集されて、このハイサワーレモンはあれですよね、夏はもうそのまま飲んでも、そうですね、これ自体はお酒じゃないで割り剤なんで、このままでも飲めるし、まあ、今終わって1対3でね、はい、はい、イチコハイサワーレモンで乾杯、乾杯これもまた大人の味ですね、美味しい、甘くて柔らかい味がします、そうですね、香料の焼酎と違って麹を使ったお酒なので、まあ、麹の甘さ、まあ、科学的な甘さじゃなくて自然の甘さが感じられる状態になってます、麹の力すごいですね、なんか麹って聞くだけでちょっと健康になった気になりますよねしかも日本の食事って、まあ、味噌とか醤油、はい、みりん、まあ、全て麹からできてるので、やはり日本人の DNA の中には麹が絶対組まれてるので、うん、麹のお酒と日本食必ず合います、麹が麹で健康になるわけですね、うまい乾杯ではここでいきます、ワン、ツー、サン、はい、さよならなんだ、この先へ行こう、悲しみを今
いちこサプライズプレゼント。イエーイ、いちこさんでした。2軒目行きます。はい、行きましょう。2軒目はすぐ近くなんです。はい、行きますよ。お知らせの後ははしご酒2軒目。達人の道、はしごの達人。じゃあ皆さん、僕はここで。炭火串焼きのマサ。一軒目の長兵衛からすぐ、閑静な街並みに映える白い提灯が目印です。こちらも武蔵小山の人気店。ナイスチョイスです。はい、こんにちは。こんにちは。はしごできました。二軒目です。暑いのでハイサワーの内輪で涼みます。ここマサでのハイサワーはレモンビアテイストでお酒を割りますよ。ハイサワーハイピーのレモンビアテイストなんですけど、焼酎と割って、はい、はい、作ります。これは、はい、レモンビアテイスト、はい、ちょっとホップがちょっとだけ入ってて、あとレモンの果汁が入ってるんです。2軒目、ハイサワーハイピーレモンビアテイストで乾杯。これは爽やかでビールっぽいですね。そうですね、うん、泡もビールっぽいんですよ、うん、そう、ホップがちょっとこう隠し味に入ってるんで、ちょっと苦い感じですよね。そうですね、はい、すごくフルーティー。あ、そうですね、うん、飲みやすいかもしれない。実はこれって今焼酎と割って飲んでるんですけど、はい、焼酎と割らないでこのまま飲んでも結構。あ、そうなんですね、はい、プリン体ゼロカロリーオフなんですね。じゃあもう女子大好きですね。いいですね、嬉しい。ああいう言葉ってちょっとね、そうですね、魅力。さっきのパクチーもそうですけど、やっぱ社長が女性だから女性の味方な感じがすごい。そうですね、うん、これ実は美尻グラス、美しい尻って書くんですけど、ハイサワーといえば、はい、もうあのお酒を飲むときはこの美尻グラスで飲むと美味しくないですか。そうですね、僕もずっと見てられますので、はい、飲んでは見て飲んでは見て、はいはい、いいつまみになりますよね、はい、ハイサワーみたいにね、炭酸みたいにピチピチで、ピチピチのビシリがグラスとかカレンダーになってるんです。こうシリタレさんですね。シリタレさん、シリタレさん、はいはい、これで飲むとさらにハイサワーが美味しいですね。そうですね、なんか さっぱり爽やかで、なんか飲んだらこう元気が出るかもしれない。ちゃんと、はい、大将が本当にこう炭をね、こう火を上げるっていうんですけど、こうやってあの匂いとあの串をこう転がしながら焼いてるのを見るとね、それだけでね、食欲がうーんと本当湧いちゃいますよね。お店入った瞬間にこうふーっとこう匂うとね、もう、はい、串焼き料理がもちろん、はい、美味しいんですが、一品料理も一品なんです。おー、そうですよね。おすすめは串焼きだけでなく、自慢は他にもっとたくさん。すごい、アスパラのおひたし。はい、いろんな焼き串があって美味しいお店なんですけど、実はもつ鍋とかもあったりして、あのスイカのもつとかお野菜とかこうやって2人前ぐらいからこう頼めたりとかして。でもいいですよね、この暑い夏にあえてもつ鍋食べるっていうのは。ハラミですか。匂いが、匂いを見よう。うわ、もうすごい。うわ、柔らかくて美味しいけどガツンときますね、うん、ガツンときますよね。これご飯欲しいね。もつもおすすめ、夏でも人気の熱々です。そう、これ炙りタンのおろしポン酢なんです、はい、うわ、もうこんな分厚い、ね、いただきます。はい、うわ、これ柔らかい、びっくりしますよ。タンのイメージがどちらかというとタンシチューのタンに近いです。あ、うんうん、ね、わかります、うん、トロトロだし、うん、もう歯いらない、うん、
むにゅって炭火で焼き上げるお肉や野菜、ボリューム、お値段、そしてバラエティ豊かな串焼き、たくさんいただきますよ。ビシリグラスで飲むのはコリンゴハイサワーで、わ、もう色が爽やか、美味しそう。そうですね、いただきます。青リンゴハイサワーで乾杯。うん、これは何だろうね、初かな、大丈夫ですか。あ、おいしい。あの、炭火焼きですっていうのが一発でわかります。そうだね、おいしいね。ところでタクト君って、はい、動物物知りシンガーソングライター。そうです、一応そう事務所には書かれてます。どんな風にでも歌えちゃうんですか。何でも歌えません、即興で歌うのが得意なので。ということで、なんかじゃあ好きな動物リクエストしてみてください。いきなり何でも大丈夫。はい、いきなり何でも大丈夫。じゃあね、フラミンゴ。フラミンゴいきましょう。ワン、ツー、スリー。知りたい、知りたい、もっと知りたい、動物のこともっと知りたい、知りたい、知りたい、もっと知りたい、動物のこと全部知りたい。フラミンゴって和名があって、日本語の名前がちゃんとある。ベニズルって言うけど、鶴の仲間じゃない。ちなみにもともとピンクじゃなくて最初は灰色、食べているプランクトンのせいであいつらピンクになってます。そうなの。お隣のテーブルからリクエスト。カワウソ。日本人がカワウソといえば想像するのは可愛くてちっちゃくて、きっとコツメカワウソだけど、カワウソは実は大きいもので 1.2 メートル大カワウソ。お腹がすくとワニも襲う。動物のこともっと知りたい、知りたい、知りたい、もっと知りたい、動物のこと全部知りたい。ありがとう。こうして2軒目のマサで楽しく美味しく、仲間も増えてハイサワーで盛り上がりました。達人の道、はしごの達人、田町エリアにやってきました。お、ここでハイサワー仲間がはしごに合流。こんばんは、はーい、行ってみよー。駒八総本店、心の居酒屋駒八を知らずして田町を語るべからずという人気店。築地直送の鮮魚、丹精込めた手作り料理、そしてハイサワーで割るお酒に酔いしれましょう。ここではビシリハイなる飲み物をいただけるそうですよ。お待たせしました、はい、ビシリハイ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ビシリハイで乾杯。乾杯。ビシリハイって美しいって書いてお尻の尻でビシリハイって言うんですけど、これ何ですか。もう、はい、もう夏の爽やかなチューハイって感じで、ちょっと軽くビターでちょっとレモンが入ってるんです。もう爽やかだからごくごくいけちゃう感じ。ビシリハイって初めて飲んだんですけど、あ、はい、なんかお料理の邪魔を本当に全くしない、あ、爽やかで、はい、なんかお料理も進むしお酒も進むっていう感じ。はい、ありがとうございます。今日はあのハムカツ太郎さんが特別にいらっしゃるということで、当店でミルフィーユハムカツご用意します。すごい、はい、よろしく。すごいですね、関西オリバーソースで召し上がってください。はい、ありがとうございます。ハムカツをこよなく愛するハムカツ太郎さん、マツコさんと共演したことでさらに注目される一般人です。なんか口の中でホロホロこうこうすごく美味しい。ありがとうございます。こっちなのちょっとみんな色違う。ハンガさん今日で何回目ですか。
何が今年何個目ハムカツですか。数えられないでしょ。だから基本収録は食べますから。僕の体はハムカツでできている。多分8割ぐらいできてます。どんどん出てきます。いや、これ美味しいです。あの味の違い。店長さんたちが応援に駆けつけてくれました。その感じ。これって一言で飲んだ方、こちらの皆々様方が、あのイケメン揃いでございます。はしご酒チームで、駒八さんの、ビシリハイで乾杯。そしてこちらは思い出横丁の三代目社長さんたちが皆様の応援に来てくださいました。ありがとうございます。ここでタクト君が太っている人のことをみんなブタブタバカにするけれど、ブタの平均体脂肪率 14% 以下、だって脂身バックだったらとんかつ美味しくないじゃない、だからここにいるみんなの方がブタよりデブ。盛り上がったところで4軒目。本店のすぐそばに駒八別館があります。人気の高さが伺えます。清美さんです。ビシリハイのポルターが出ます。ここでもビシリハイがいただけます。4軒目はこちらの別館ではなく、スルーしてハイサワーはしご隊は長いはしごになって素敵な路地裏へと進みます。訪れたのはおじゃれ。東京から一番近い南国八丈島の料理が堪能できるお店です。ビシリハイで乾杯。明日葉の天ぷらを揚げてくださるのは八丈島生まれの沖山さん。これは楽しみな一品です。他にも島料理をたくさんオーダー。美味しいお料理のお店なので、情け島で、八丈島っていうとあの流人のね人たちにとっても情けをかけたっていう有名な情け島の焼酎を。八丈島の島寿司、明日葉の天ぷら、草屋、青唐の入った卵焼き、島の焼酎情け島をハイサワーで割って深夜まで仲間になったみんなで飲み明かしました。これははしごの達人です。酒の親友、好きな濃さで割るならハイサワー、ジャパニーズカクテル、我が輩のサワー。達人の道はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回達人の道は工場見学の達人。竣工30周年を迎えリニューアルされた札幌ビール千葉工場。大人も子供も楽しめます。